もうこの村に人狼はいらない。レッドフード。ベロ、お前ならわかるはずだ。人狼は2頭、おそらく村のやつより凶暴で若い人狼だ。骨に噛み傷があったから？その通り。先ほどの人狼には牙が生えていなかった。しかし小屋の村長の骨にはかじられた跡があった。傷は2種類、少なくとも人狼は2頭いる。さっきこちらを見ていた奴らだろう。そしてそいつらは我々が村に到着する前にすでに村人の中に紛れている可能性もある。そこで村人を一箇所に集めたい。寄り合い所がいいだろう。彼らには餌になってもらう。見えないところで動かれるより餌をちらつかす。村のみんなは餌じゃないぞ。そんな作戦危険すぎる。もう誰も人狼の餌食にはさせない。食わせはせん。契約がある。私とお前で守るのだ。私にはわからない。だがお前だから判別できることがある。その目と観察力、何より村を愛しているお前ならよそ者に気づけるはずだ。気づけたとしてどうするんだ。これを貸してやる。チェーホフシリーズ。ん？銃なら持ってる。その銃では人狼は倒せん。ん？普通の銃に見えるけど。反動の強い銃だ。よく狙い、脇を締めて撃て。そうだよ、俺は人狼だ。で、どうする？追い詰めたつもりか？スマートじゃねえが、一旦引くよ。わかるか？一旦引くんだ。逃げ、また来るってことだよ。俺たち人狼だからよ。お前なんて簡単に殺して逃げれるんだぜ。みんな逃げろ。心配すんな。最初に殺すのはてめえだよ。ベロ。脆い建物だな。絶対どっか折れた。でもこれで標的は俺に切り替わった。まだ立てる。人狼は見つけた。今度は俺がおとりになる番だ。人狼の気を引いて村人から話し、グリムと合流して今日こいつを倒す。来いよ、まだ生きてるぞ。いい子だな。泣けるね。なんだこの音。なら追いや。お前がこいつの仲間だな、グリム。あ、村の金でお前。あいつむちゃくちゃだよ。ボロボロだな、なら追いや。おい、お前の仕事は何だった？なあ、お前の仕事は何だったよ。あ、足止め、カリュドの足止めだよな。ならなぜここにいる？でも兄貴だってバレて。口答えすんのか、この俺に。いけ。ずっと我慢してきた。お前といるとムカついてばっかだ。足でまといになるくらいならいない方が助かるんだよ。グリム。おいおい坊主、今俺を撃とうとしたか？こいつを守ろうと。勝手だな、アマちゃんが。まあやめとけ。人狼には弾丸なんて効かねえから。何？知らねえようだな。メイドの土産に教えてやる。俺たちは人から狼に変身できる。秘密は
肉体に宿る再生の力、人の姿に戻ったり怪我や傷も戻すことができる。撃たれようが刺されようが再生すりゃ脳幹、その力が俺たちを怪物たらしめる。なんでこんなベラベラ話すか？逃げ切る自信があるからさ。腹減るしやりたくねえが、こんなこともできるんだぜ。筋肉ってのはよ、激しい運動で傷ついた筋繊維ってやつが、飯食って再生するときに太く強くなる。傷つく、再生するを繰り返し、筋肉はさらに大きくなる。これを人狼の再生能力でやったらどうなると思う？これが答えさ。なんて巨体。つっても不死身じゃねえ。どんな人狼も弱点はある。心臓だ。おい、やめろ。やめて、戻して。深呼吸しろ。いい顔だ、獣の目だ。その顔するやつを何度も見た。そんで全員食い殺してきた。なんで止めた？なぜ撃たせてくれなかった？私のセリフだ。なぜ撃とうとした？自ら戦力を減らしてくれているのに。あいつが許せないからに決まってるだろう。自分を慕っていた仲間、兄弟をあいつは殺した。家族を手にかけたんだぞ。意味がわからない。私たちこそ奴らを殺そうとしているのに。さて、話終わったか。この体は疲れんだ。そろそろ殺すぜ。ああそうか、ちょうどいい。お前を食ってこの腹を満たそう。説教より直接感じた方がいいな。人狼狩り616つ道具ガスシェイク。目が、鼻が。身を守るため刺激性のガスを吐き出す回だ。しばらく奴は匂いや気配を感じにくくなる。あいつは必ず倒す。クリム、作戦を。断る。ベロ、お前一人で奴を狩れ。何言ってんだ。さっきと話が。自分で言ったことだ。一体誰が村を守る？私がいなくなったらお前がこの村を守るのだろ。お前が策を考えろ。おとりくらいはやってやる。あいつは必ず倒すじゃない。村を守るのならどんな人狼でも殺さねばならん。甘っちょろい義憤など捨てろ。今は役に立たん。狩人は正義ではない。自分を正義だと思うな。正義感で動こうとするな。狩人は人と獣の知恵比べだ。何かを守りたいと思うなら冷静に周りを見て考えろ。お前にはそれができるのだから。お前なら気づける。お前なら導き出せる。今がお前の狩人になる時だ。チャンネル登録はこちらから。おすすめ動画はこちらから。コメント&高評価もよろしく。